足の湖スカイライン料金所、小尻峠と足の湖スカイライン本線から見える、富士山本線から見える足の湖と、箱根山の中央化高級である新山と、駒ヶ岳小尻線から見える足の湖と、箱根山の神山足の湖スカイラインは、神奈川県と静岡県にまたがる、一般自動車道事業による、有料道路。 神奈川県箱根町箱根峠付近の国道1号から道庁の足の湖北岸付近に至る延長 10.75km の足の湖スカイライン株式会社が経営する観光有料道路である。神奈川県箱根カルデラの足の湖の西側に位置する山岳部を南北に走る観光有料道路で本線と小尻線の2路線からなる。本線は 神奈川県と静岡県の県境に沿う形で、その大部分は静岡県側に位置し、箱根火山の外輪山の尾根を通る、富士山と足の湖両方の景色を堪能できる、箱根エリア定番のドライブ及びツーリングルートとして知られる。夜間の取り扱いは、本線は完全閉鎖、小尻線は無料開放となる。これは、接続している。 静岡県道337号線奥、原神電線と箱根スカイラインの2路線が、小尻線を通らなければ、箱根に通り抜けできない構造のためである。2002年集計の平均通行台数は1日1270台。営業収支比率は95.6%で、いわゆる赤字事業路線である。1985年時点で普通車450円だった。 通行料を一気に600円まで値上げし、赤字脱却を図るも、いまいち歩みを読んでいない。テレビ神奈川で放送されていた番組、新車情報並びに、新車ファイル車の壺では、自動車の思想を撮影する際に、足の湖スカイラインを走行しており、いつもの山坂道として親しまれていた。また、様々なカーマニア雑誌や観光雑誌、 テレビドラマなどでも撮影ポイントとして使用される。そのため、赤字脱却を目指す所有会社が、この点に着目し、スカイラインド船内で、商行為としての撮影を行う場合は、使用料の1万円を管理事務所で支払い、撮影許可証の着用を求められる。戦後、足の湖周辺を中心とした箱根地区で、箱根山戦争と呼ばれる観光開発が、 繰り広げられていた最中、1959年に、藤田観光株式会社により建設が開始された。1962年に本線が開通。その後、長らく同社のレジャー関連事業として代表的な、箱根小昭園に付随する事業部門により運営されていた。2007年に株式会社、日歩コーポレーションに営業譲とされ、同社の100%出資し会社である足の、 水海スカイライン株式会社により経営が行われている。オネソいを走る道路のためアップダウンが多く、コーナーが連続することから、峠道として走りを楽しむ。いわゆる、走り屋には好まれる道路と言われており、週末には多くの車やバイクが集まる。秋の紅葉シーズンの休日は特に渋滞する。自動車とオートバイのみ通行でき。 自転車などの軽車両は通行することはできない。標高約900メートルの外輪山の両線を走るため前線にわたり、展望がよく、足の湖や駿河湾、富士山を望むことができる。足の湖スカイラインという名称からも、足の湖側が眺められる箇所も多いが、一方で、富士山の眺望にも優れており、国道1号と交差する箱根峠付近から北上すると、 正面に富士山の山頂から裾野まで一望できる区間もある。沿道には植林が少なく、ささと落葉紅葉樹が多いため、秋には紅葉も楽しめる。たびたび霧が発生し、その際には視界が悪く、走行には注意が必要になる。ありがとうございます。